すごい失礼ですよ、失礼ですよね。うん、これってね、まさに行くって決めたの自分ですよね。そうだね。その時にじゃあ行くよって言ったことに責任を持てない人が、うん、なぜどこで責任を持つのって僕自身は思うんですね、うん、否定するつもりじゃないんですよ。それってどこにじゃなくてさ、どこの仕事で責任持てるのって言ったら同じことだよ、同じことなんです、ね、どうしてもしょうがないっていうそのお仕事でも、うん、どうしてもしょうがない、はい、行かざるを得ないとか、はい、それはもちろん立場があると思うんです、はい、あります、それはいいんです、うん、はい、でもなんか愛にこう、うん、っていうケースもあるじゃないですか。あるんですよ、本当にあって、うん、いやそれは本当になんかね、うん、相手にも当然失礼なんだけど、あのね、言い方変えれば自分に失礼。はい、そうですね、うん、自分との約束、約束ですから、うん、本当に、うんうん、だからなんかそのあたりをね、いけないならいけないでいいんですよ、はい、全然いいですよね。そうで、考えるなら考えるでいいんです、はい、ちょっと時間くださいとかね、はい、なんかそこのノリの中で言っちゃうとか、はい、うん、でも割とね、今こう SNS、LINE とかそういうのをしてるでしょ、まあ、そっちの方がね、安易にいいよって行こうかみたいな、うん、興味あるよね、うん、とかいうのでやってしまうがゆえに、でもそこがみんなが蔓延してしまってて、うん、そこの世界が当たり前になってる、さっきも前に言ったんで、はい、当たり前になっててると、なんかそこが麻痺してしまうのかな。まあそうでしょうね、うん、